演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。小野島さん、オリーブオイル使用、オリーブオイルかどうかわかりませんが、オリーブ使用のオリーブチョコレートを食べたいと思います。こちら香川県の市長、こちら香川県の小野郡で作られている商品です。ちゃんと覚えておいてほしいです。オリーブオイルは何度か使ったことありますか。それ以外でも、あ、食べたことあるか。それが体の中に入って、チョコレートに使われているということなんです。おお、小粒ですね。なんだか綺麗な包装ですね。見てくださいこれ。で、オリーブだったら体にもいいのかな。あと一個一個包まれてるのかな。これちょっと面倒かな。中身は、おお、オリーブというだけあって黄緑色ですね。でもマスタードとかともまた違う。どんな味なの。チョコレートなんで割れませんわ。いただきます。この鮮やかな緑色、まさにオリーブですね。味もちょっと違いますね。やっぱりオリーブ入ってますね、これ。チョコレートとしての甘さだけじゃなく、いわゆるオリーブオイルのフルーティーな味わいと言われる、ちょっとフルーツっぽい甘さがありましたね。でも他の果物の甘さともちょっと違って、まさにオリーブの味が溶け込んでいるんだと思います。オリーブは体にもいいですからね。それがこんな風にチョコレートでお手軽に食べるのは本当に嬉しいです。数もありますね。皆さんで分け合うのもいいですね。ただ一個一個包装を剥がさなきゃいけないので、ちょっとあの包み紙はいいんですけど、紙はちょっと面倒くさかったなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。もうちょっと控えめでもよかったかも、包装は。それではヘリ出るの後悔するんや、家こうて関西弁になりましたね。ヘリ言って幸運な本たらすとも言いますが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。